まつりちゃんじゃないか。その言い方は仲いいんですね。私たちクラスメイトなんです。よろしくお願いします。そろそろ時間だけど。ピじゃあ、これから小テストを始める。拾ってもいいが、カンニングするなよ。はい、終わり。
隣同士で採点するように。後ろから集めてくれ。言い忘れてたが、30点以下のものはホームルームが終わったら職員室に来るように。以上。賑やかだったけどどうした？中将様、尼崎さんって勉強できなかったっけ？普通にやってれば引っかからないわよ。なるほど、うん、気づいてたら起こしてくれてもいいじゃない直樹か。今週もお疲れ様。
前向きに検討します。
ご挨拶だな。なんかビビッドな活動案があるのか。なんだ、楽しか。やっぱり変化が大事だな。ノリ悪いぞ。俺、キャラメルラテとブルーベリータルト。おいしそう。私はカプチーノとノイチゴのミルフィーユ。はい、かしこまりました。少々お待ちくださいね。そんなことないぜ。先月なんかはかなりの緊縮財政を強いられた。私も結構きつかったな。仮にだ、直樹より多少裕福だったとしても、それでも親と同居がいいと思うぞ。